はい、今回はいちごちゃんでございますね。一緒に走る練習です。ね、この子もですね、ゆずちゃんみたいな、ね、気質を持ってます。ね、わちゃ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 と、するのが大好きですね。ですから、こう、走るということを将来的にしないといけません。ですから今のうちにね、走る練習をしておこうと思います。はい。で、いきなり走っちゃうと、こっちが速かったり、私が遅かったりするとね、こけてしまいますので、まずいきなり走らないですね。さあ、その前に、こういうところですね。はい。ここ。普通にですね、行くと多分行かないと思いますけど、飛べる？ね、こうなっちゃいますね。ほら、おいでおいで。ね、はい。こういう風にね、今みたいに来てしまいますので、ここでね、ジャンプをまずやろうかなと思います。いちご。で、できれば助走をつけてあげてください。ね。で、合図を送ってあげてください。ジャンプだとかね、飛んでとか。私の場合はホップって言うんですけど。ね、いい？よ、いちご。ホッ！よーし、そう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 。で、この時ですね、行く時、まあ、合図を送ってあげるんですけど、飼い主さんも一緒にこう飛んであげてください。ね。こんな感じに。ぴょんと。ね。一緒に飛ぶと。いうのをですね、やります。そうするとね、この子たちもこう見てます。こういうちっちゃい子は。飼い主さんの先の、行くときね。助走つけていくと。少し速くなったりすると、こっち側を見ますので。で、その時にね、越える時にこう、ほっってこうやってね、飛んであげると。そうするとね、飛んで渡ってくれます。いちご。ほっ。よーし、そうそうそう。もう一回もう一回。いちご。いやー、そう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 。そう。ね。いい？いちご。ほっ！よーし、そう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 。で、これを何度も練習していくとですね、なんか当たり前のように、こういうところはジャンプして、いけるようになります。いちご。ほっ！よーし、そう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 。そう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 。ね。最初にやっぱ何もしないとですね、これ渡れないんですね。だけどコツをつかむともうこの子もね、できるようになってきますね。ほい。ほい。ね。飛ぶということがね、できるようになりますね。まあ最初お見せした時はですね、今、この瞬間にちょっと、変わってきましたけどね、いちごちゃん。足をね、この中、入っちゃって、こけそうになりましたけど、今はもう、飛べるようになりましたね。はい。そう、リコさんだ。そう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 。そう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 。お利口さん。ね。はい。少しちょっと手を貸してあげると、ワンちゃんこういう風にできるようになっていきますのでね。それで一回だけじゃなくてね、今みたいにある程度、数回練習してあげてください。よいしょ。さあ、で、今回走ることなんですけど、よいしょ。ちょっと撮りながら難しいんですけど、やりましょうか。で、走るときは、リード長くもう持ってもらっていいです。はい。で、少しジョギング気味でいいです。ジョギング気味に走ります。ね。ある程度ジョギング気味に走ります。そうするとね、わちゃわちゃしてきますけど、そういう時は一旦止まりますね。足元わちゃわちゃした場合はこけてしまったり踏んでしまったりしますので止まります。はい、ジョギング気味にですね、ちょっと走ります。ほい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 、はい、これで少しずつ歩調を合わせていきます。でしょ。で、ちょっとスピードアップします。ふい、ふい、
ちゃ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 、サフ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 。カチカチカチ。待て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 。待て。ほい。よーし。はい。さあ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 。ありかありか。で、ちょっとテンションが上がってきましたので、少し走りますか。はい。はい。よし、さあ、よし、スタート。もういい、もういい、もういい。ね。何やってんの？いきなりですね、今みたいに走ってしまうと、全力疾走ね、しますと、こけてしまいますので、で、急に足元にワンちゃんがね、来たりしますので、最初にある程度歩調を合わせる動きをしてもらって、ワンちゃんが徐々にね、こうテンションだとか興奮状態がね、少し上がってきた時にね、一緒にガッと走ってあげる。というようにしてあげてください。疲れた。ももちゃん、ゆずちゃんのね、散歩した後にあんたをまたこうやってやるとね、ほんと疲れる。お疲れモードですよ。いちご。はい。よし、そう。はい。よし、そう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 。はい。よし、よし。よし、ディス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 。そう、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 そう。さあさあさあ、ほらほら、走れ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 。はい。はい。うわーだ。はい。よいしょ。今、私の前に回り込みましたんで、ストップかけました。ふぅ。ちょっとストップ。ふぅ、息が切れる。ね、あなたもなんかちょっとゆずちゃんみたいな子なのでがっつり走りますね。あんたは息全然切れてないね。その体力あるやつだねえお前ね。ふう、まあ、こういう子になると近々自転車やらないといけないですね。よいしょ。はい、ストップ。ストップ。ストップ。さあ。ね。はい。少しまたちょっと興奮させて最後一緒に走って終わりにしたいなと思います。ね、よいしょ。よいしょ。OK。
あー、そうそうそう、危ない危ない危ない。あー、はい、あ、車来た。よし、おーい、はい、ねえ、大きい車がだとちょっとびっくりしたよね、まだね。はい、おう、はい、ということでね、一緒に走る練習のやり方でございますね。まずは最初ジョギングして、ワンちゃんの気持ちやテンションや興奮を徐々に上げていきます。で、少しずつ早めていって興奮してくると、ワーワーワーとか足元をなんかガチガチやったりします。そうなったらもう一緒に走っていい合図でございますので、一緒にね、全速力でガーッと走ってあげるということをやります。はい、でこれがどん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 ね上達していくと、よし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 、ちょっとストップ、ね、オッケー、よし、上達していくとね、すぐ自転車で走るということができるようになります。ちょっと待って、車来た。よし、さあさあさあ、はい、よいしょ、はい、ということでね、ご参考になりましたでしょうか。いちごちゃんでございましたね。あと、まあ、何かしらワンちゃんのしつけだとかね、問題行動でお困りの方ね、よろしければ下の概要欄にメールをしていただければね、お邪魔して対応するという形をとっておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。では次回もぜひご覧になってください。しゅうちゃん、バイバイ。バイバイ。